登場山本はアメリカ合衆国のプロレスラー。ハワイ州マウイ島出身の日系アメリカ人。アメリカでは晩年までテネシー州メンフィス地区を主戦場にマネージャーやトレーナーとしても活躍した。第二次世界大戦後アメリカ軍の MP として日本に駐留。退役後の1953年 PY ちゃんのリングネームでハワイにてデビュー。 1955年7月には、全日本プロレス協会に来日、山口敏夫に挑戦した。その後、旧日本軍の陸軍大将、東条秀樹と海軍大将、山本56から、リングネームを拝借して、東条山本と改名。ハッピと、市内、七下までのロングタイツに高ギターを履き、グレート統合スタイルの日系人ヒールとなって、南部エリアで活動する。 1961年11月16日、NWA フロリナ地区で、日本人レスラーの太郎三宅こと、三宅る次と組エディグラハムリック・スタイン・ボーンから、U.S. タック王座を奪取した。1963年より、ニック・グラスの主催するテネシー州メンフィスの NWA ミッドアメリカ地区に定着。1966年10月には、海外武者修行中だった。 上田馬之助をパートナーに、同区認定の NWA 世界タッグ王座を獲得している。以降も1960年代後半から1970年代前半にかけて、試合スタイルが荒っぽいことから、無法地帯と呼ばれたテネシーで活躍。ジャッキー・ファーゴ、マリオ・ミラノ、リップ・タイラー、ジェリー・ローラー、ビル・ダンディ、ジップシー・ジョー、モンゴリアン・ストンパー、ジミー・バリアント、 ジョール・ダック、ソニー・キングなどを相手に、流血の喧嘩試合を繰り広げた。1980年代に入り、ジェリー・ジャレットとジェリー・ローラーのクアが、ニック・グラスのプロモーションを吸収してからは、同団体にて、ヒールのマネージャーも兼任。全日本プロレスから、アメリカ武者修行に来ていた若手時代の大似た厚氏と、淵正信も1981年に担当し、彼らに、 アワ・ナンブ・タック・王座をダッシュさせ、ロックン・ロール・エクスプレス、オースチン・アイドル、ココ・ウェア、エディ・ギルバートラとの抗争を指揮した。異項目は及び、後継団体のアスワにて活動を続け、晩年の1989年には、かつての自身のリングネームを冠した、日系人ギミックの PY 中杯や、新日本プロレスの若手だった、橋本信也と、笹崎真二のマネージャーも務めた。 1991年に腎臓病と糖尿病を患い引退。1992年2月19日、テネシー州ナッシュビルの自宅にてピストル自殺した64歳ボーツ。生前はトレーナーとして選手の育成も手掛け、古くはジェリー・ジャレットをコーチしたほか、トミー・リッチ、ボビー・イートン、ジェフ・ジャレット、シット・ビシャスなどが山本の指導の下デビューしている。 ありがとうございます。